後半は静岡ファルコンズのキックオフで再試合開始という形になります。キックオフをします静岡ファルコンズのキックオフキッカーは11番の富永が務めます。ノービスリターナーは21番と24番が入りました。21番は東浦、24番は住谷。さあノービス、これをリターン入ります。24番左オープン展開としまして、ノービス自陣33ヤード付近からの攻撃という形に変わります。リターナー24番は住谷でした。ノービスランニングコース24番住谷君がボールをリターンし、敵陣34ヤード付近よりファースト3点の攻撃です。ノービス自陣33ヤードからファースト3点。さあまず中央へのランプレーを展開しようとしましたノービス、しかしこれを静岡ディフェンスライン陣が殺到しまして、このランプレー約3ヤードロスに変えました。まず最初のランプレーを制したのはしかし静岡でした。ノービス自陣31ヤードからセカンドダウン13。パス不成功。クォーターバック8番ここでパスプレーを展開しようとしました、しかしこれを静岡53番がパスカット、パス不成功としましてサードダウンに変えます。静岡53番は清水、チームキャプテンです。ノービスサードダウン13。さあここで手前のランニング枠に通すパスを通したスクリーンパス、ブロッカーを浮かし一気に攻撃権更新を図ろうとしました。キャッチアンドランしましたのはランニング枠24番、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。ここでフィールド上に負傷者が発生しましたのでレフェリータイムアウトが入ります。ここで選手に負傷者が発生しましたので、レフェリータイムアウトが取られております。試合再開となります。ノービスフォースダウン3、パントフォーメーションを選択します。
静岡リターンに入りました。さあ返していく、静岡リターナー相手タックルをかわ受けましたが、それを振りほどき自陣33ヤード付近からの攻撃を得ました。素晴らしいリターンしましたのは静岡ファルコンズ8番の岩堀です。これにより攻守交代となり、今度は静岡ファルコンズの攻撃と変わります。静岡自陣30ヤードからファーストダウンテン、さあ中央へのランプレーを展開します。しかし今度はノーミスのディフェンスライン陣が佐藤、このランプレー1ヤードのゲインにとどめました。静岡ファルコンズ中央へのランプレー、ノーミスのディフェンスの集まりが早く1ヤードほどのゲインになっております。静岡ファルコンズセカンドライン、タックルをしましたのはノーミス99番のノズ、失礼しました、ノツです。静岡自陣31ヤードからセカンドダウン9、パス不成功。ここでプレーアクションでタイトエンド43番にパスを投じましたが、このパスは通らずパス不成功に終わっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。静岡ファルコンズサードダウン9の攻撃です。静岡サードダウン9、ボールオンは自陣31ヤード。パス成功。ナイスゲーム、ファーストダウン。クォーターバック9番、プレッシャーを受けながらそれをかわしてワイドレシーバー3番にパス、これを3番キャッチし、さらにタックルをかわしてゲインして攻撃権更新です。静岡ファルコンズファースト、プレッシャーを浴びながら見事パスを決めました。クォーターバック7番は磯、取りました。ワイドレシーバー3番は石川です。静岡ファルコンズ相手陣45ヤードに入りましたのファーストダウン10、これはノービスナイスディフェンス。クォーターバック7番プレーアクションからパスを投じようとしましたが、それをディフェンス佐藤、クォーターバック7番はプレッシャーかわそうとしましたが、これを見事に43番パシュートしました。ロスタック約3ヤードロスに変えました。素晴らしいタックルを決めましたノービス、43番は清水。静岡ファルコンズセカンダー12ヤードの攻撃となります。静岡ファルコンズ3ヤード下がりまして相手陣48ヤードからセカンドダウン13、ノービスナイスです。ここでドロープレーを展開しようとした静岡、しかしこれを見事な対応しましてロスタックルしました。ノービス99番をノツ、ナイスタックル。ここで99番ノツ君の早いダッシュ、タックルが止められ半ヤードほどゲロスとなっております。静岡ハーフウェイからサーダウン15、さあ静岡クォーターバック中央突破した、プレッシャーかわしてスクラブル、一気に中央を切り替えました。大きくゲインしていますが、しかしわずかに攻撃権更新至っていません。フォースダウンに変わります。しかし素晴らしいスクラムでした。クォーターバック7番は磯、フォースダウン残りわずかとなっております。
静岡フォースダウンインチ、ボールを巻いて陣36ヤード、選択はどうするか、プレーを選択します。フォースダウンギャンブル、ここからホイッスル。ここでイエローフラッグが投げられます。イエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。交代班、フィールド上に12人いました。アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下でなければいけません。この反則により5ヤード抜退、従いまして攻撃権更新という形になります。静岡ファーストダウンとなりました。ここでノービスに交代違反の反則があり5ヤードの抜退となります。ノービス、ここで相手ディフェンスに対応しようと攻守の入れ替わりに混乱がありました。結果的に反則となり攻撃権更新を許す形になりました。静岡、このチャンス生かせるでしょうか。ボールオン相手陣31ヤードに入りました。静岡ファルコンズファーストアウト。ファーストアウトの攻撃となります。ナイスラン。ここでランプレー、トスによる左オープンへのスイープレーを展開しました。ラニバック40番、失礼しました、27番、ここで相手タックルを見事にかわしながら約8ヤードのゲインを果たしています。ラニバック27番は深澤。またオフェンスエンジンが素晴らしいブロックを静岡決めております。静岡相手陣23ヤードからセカンドダウン2。さあパス通った、そこから行く、さらに行く、ナイスゲイ、ファースター。クォーターバック3番、ここで左側にいたワイドレシーバー3番にパス、3番タックル受けながら見事に攻撃権更新を果たしました。静岡ファルコンズファースター。静岡、これにより相手陣5ヤードに入りましてのファーストダウン2ゴール。さあこの5ヤードの攻防どのような形になるでしょうか。まずは静岡の1回目の攻撃に入ります。まず中央へのランプレーを展開しました。しかしこれはノーウィスの対応します。ノーゲイン、セカンドダウンに変わります。セドンコファルコンズランプレーを起こりましたがゲインならずセカンドダウンゴールになっております。さあ静岡セカンドダウン2回目の攻撃に入ります。ボールオン相手陣5ヤード、セカンドダウン2ゴール。オフェンス中央に固めた。これはノービス、ナイスです。左オープンへランプレーで突破を図ろうとしましたがこれをノービス71番対応しまして約2ヤードロス。静岡ファルコンズランプレーを試みましたが素晴らしい対応はノービス71番の木山。静岡ファルコンズサーダンゴール。静岡相手陣6ヤードの位置からのサーダン2ゴール。3回目の攻撃は果たしてどのような選択肢となるでしょうか。パス不成功。ここをパスによりタッチダウンを狙いに行きました。しかしこのパスは通らず、パス不成功でフォースダウンに変わります。ダウン更新されまして、フォースダウン。静岡相手陣6ヤードからフォースダウン2ゴール。
フォーメーション変えます。フィードゴールトライ、キックによる3点ゴールになります。キッカーは11番キック成功、3点獲得。フィードゴール成功です。静岡ここはフィードゴールで3点を返しました。静岡ファルコンズ11点、ノービス15点。ノービス15点となっております。静岡ゴール前に攻め入りましたが、ここはノービスのディフェンス陣の踏ん張りによりタッチダウンを上げるには至りませんでした。しかしフィードゴールを上げる形にし、その差を詰める形に成功しました。さあこの攻防の結果がこれからどのような形になっていくでしょうか。第3クォーター静岡ファルコンズのキックオフで試合再開となります。静岡ファルコンズが11点、ノービスが15点となっております。ダンタクダンタク静岡ファルコンズ11番富永君のキックにより試合が再開されます。さあノービスリターンに入った。ノービス自陣35ヤードを超えた位置からの攻撃となります。静岡ファルコンズのキックをノービス24番セミヤ君がキャッチし、自陣40ヤード付近までリターンです。ノービス自陣40ヤード付近よりファーストダウン10です。ノービス自陣41ヤードからファーストダウン10。さあこのパスはしかし不成功。クォーターバック、ここでプレーアクションのロングパスを投じました。裏をつくようにまず1点目からビッグプレーを狙おうとしましたが、しかしこれはカバーされパス不成功に終わっています。ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。ダウンが更新してセカンドダウン。ノービスセカンドダウン10、ボールオンは自陣41ヤード。パス不成功。今度は1点ヒッチパス、横に振る形で短いパスを投じましたが、しかしコントロール乱れパス不成功に終わっています。前パス失敗ですのでダウン1つ失いサードダウンに変わります。ノービス自陣41ヤードからサードダウン10。パス不成功。ノービスはパスプレーにより突破を図ろうとしました。しかしこの3回目のパスを失敗とされパス不成功によりフォースダウンと変わります。ノービス自陣41ヤードからフォースダウン10、パントフォーメーションを選択します。ノービスパントフォーメーションです。スナップです。しかしこれはパンターリカバーし左をくぐれ展開、攻撃権更新としました。ギャンブル結果的に成功し、ノービスファースト攻撃権更新となりました。あわや大きなロスを生むかというプレーでしたが、しかしこれをパンターに入った21番が素晴らしい対応をしまして攻撃権更新としています。ノービスファースト。素晴らしい対応したのはノービス21番の東浦。これにより相手陣48ヤードに入ってノービスファーストアウト。ここでトラブル。
ール発生。ラインからのエクスチェンジミスによりボールをジャックルしました。幸いクォーターバック自ら育てていますが、倒れた位置から約7ヤードロスという形になっています。ノービス自陣46ヤードからセカンドダウン16の状況に入ります。ノービスセカンドダウン16。パスは成功。しかしここで静岡も対応します。約6ヤードのゲインです。パスプレーを試みパスをキャッチし成功になりましたが、ダウン更新されます。残り10ヤードほど。ノービス相手陣48ヤードからサードアンテン。パス成功。パスクォーターバック8番、右ロールアウトからワイドレシーバー 6番にパスを投じ、これを見事6番キャッチしまして攻撃権更新。ノービスファースターパスを投じました。クォーターバック8番は三宅、素晴らしいパスキャッチを決めたのはワイドレシーバー6番の吉村でした。試合再開です。ノービス相手陣33ヤードに入ってのファーストアウト。ノービス敵陣33ヤード付近よりファーストアウトの攻撃です。ここでパスを続けようとしたノービス、しかしそれを待っていたかのように静岡99番がキュービーサック、大きくラストを奪いました。素晴らしいキュービーサック決めたのは静岡ファルコンズ99番の高田。約10ヤードほどロスをしております。ノービスセカンドアンドロングの攻撃となっております。ノービス自陣相手陣43ヤードの位置に下がってのセカンドダウン20の状況に入ります。ここでノービスはランプレーを展開しようとしました。しかしこれを静岡ファルコンズディフェンス陣が見事なパシュートをしまして、ランプレーによる突破を図らせません。ランプレーメインがならずダウンが更新されております。ノービスサードダウン22の状況に入ります。ノービスサードダウンロング、3つ目ロングクリア。ディエルもいけるんだよ。ディエル勝負だ、勝負。フレッシュだけ、フレッシュだけ、次フレッシュだけ。さあスクリーンパスいった。しかし静岡止めます。17番が見事に対応しまして攻撃権更新至らせずフォースダウンに変わります。ダウン更新フォースダウンロングとなっております。素晴らしいタックルをしましたのは静岡ファルコンズ17番の中村でした。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして静岡ファルコンズ11点。
ノービス15点、その差4点、タッチダウンで逆転できる状況で最終クォーター第4クォーターに移ります。